スレチコ・コソベルは、スロベニアの詩人、批評家、エッセイスト。生まれ1926年5月27日、トマイボツ・スレチコ・コソベルは、母カタリナと、父アントンの間の5人の子供の末っ子として生まれた。父親は、ビパウスカ・チュルニツェ出身の教師で、母親は、コバリド近郊のスジドの出身。スレチコが生まれて、すぐに、コソベル一家は、 どレニクラス地方にあるプリスコビツへ引っ越した。これは父親が当局に睨まれていたことが原因だったが、一家はその地に長く泊まることはなかった。1908年には学校に通うために泊まえ引っ越した。スレチコもそこの小学校に通学した。スレチココソベルの最初の著作は11歳の時に児童向けの雑誌、ズボンチェクに投稿した。 トリエステの街を描写した作品であった。幼少期にはそこに何度も出かけており、コソベルの心の中では重要な位置を占めている。スレチコ・コソベルにとっては芸術が常に関心の的であった。父親は合唱団とタンブラの合奏団の指揮者を務め、賛美歌やミサのための歌曲を作曲し、姉のカルメラはピアノ、スレチコはバイオリン、兄のスタノは、 歌の作詞を手掛けていた。コソベル一家は、トリエステの劇場やコンサートに、足しげく通ったりトリエステの友人や、知人の家を訪ねたりした。またこの友人たちも、都内のコソベル家をよく訪れた。スレチコは、1916年に小学校を卒業した後リュブリアーナのレアルカへ入学した。そこでの教育に使用されていた言語はドイツ語であった。コソベルは、 中学校で文学サークルや校内新聞の出版活動を開始し雑誌レパビダを創刊して多くの若者の心を掴んだが負債が重なり廃刊を余儀なくされた1920年には生涯の親友となるルドビク・ムルゼルと出会う同年トリエステの国民会館に火を放ったイタリアのファシスト政権に対して憤りを持って決然と抗議した 1922年に、レアルカを卒業後、リュブリアーナ大学哲学部において、スラブ学とロマンス学と教育学を専攻した。当時、コソベルは、ノボメストで1921年に創刊された、前衛的な雑誌、トリー・エラブディの出版にも携わっていた。また、リュブリアーナやザゴリエでは労働者を対象に、劇や文学の夕べを開催するサークルも立ち上げた。 1925年には、サークル仲間たちと共に、雑誌、ムラディナを購読した。さらにズラティチョルンという短編集も構想していたが、出版されることはなかった。1926年2月末頃ザゴリへ移動する、際、深夜に列車を待っていたため、風邪をひいて病床に伏し、その後すぐに回復したかのように見えた。復活祭の休暇には、 家族の住むと前への帰省が叶ったが、そこで、病がぶり返し症状もさらに悪化した。1926年5月27日、随膜炎と排血症により他界する。コソベルの遺体は、たくさんの花と共に埋葬され、リュブリアーナから駆けつけた友人らによって、スロベニア国家を表す白、青、赤の三色木のリボンのついた花束も手向けられた。 このことは、イタリアの政治家によって、墓が暴かれたことで明らかになった。コソベル後期の最も有名な作品の一つ、コンズ号の原稿初期の作品は、モダニズムや、印象派の影響を受けていた。作品には、クラス地方、母、死といったモチーフが至るところに見られる。後に表現主義に転向し、感情の不協和を作品全体に表現した。 コソベルの作品は、視覚的、社会的、宗教的テーマを扱い、そこには、個人的かつ集団的な目視という観念が集約され、またこれらのテーマには、罪の浄化と、新しい精神の形成という概念も含まれている。1925年には、表現主義から、構造主義へと転向するが、試作においては、 完全に表現主義から脱却したわけではなかった。構造主義の詩集では、彼の死後に発行された、インテグラライ26、がある。短編の3文や、エッセイも残した。コソベルはその短い生涯で、いくつもの時代を生きたスロベニアで、最も表現力が豊かで影響力を持った、作家として評価されている。このページはスロベニア語からの翻訳記事である。 ありがとうございます。